レンジャー。レンジャーは、アメリカ海軍の航空母艦、フォレスタル急航空母艦の3番艦。その名を持つ艦としては8隻目。レンジャーは、アングルドデッキの航空母艦として建造された、世界初の艦である。姉妹艦のフォレスタルとサラトガは通常デッキの空母として寄港されたが、建造中にアングルドデッキに変更された。レンジャーは、 クバマイナス61として1954年8月2日にバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で寄港され1956年9月29日に統合参謀本部議長アーサーラドフォード提督夫人によって浸水し1957年8月10日にノーフォーク海軍造船所で初代艦長チャールズ・ティーブースに生大佐の指揮下収益した レンジャーは1957年10月3日に大西洋艦隊に配属される。10月4日のキューバのグアンタナモワンへの出航に先立ち第85攻撃団の機体と兵員を受け入れた。レンジャーは航空演習、股間演習及び完熟訓練を東海岸に沿って1958年6月20日にカリブ海入りするまで継続した。 続いて200名の予備役士観光補正を乗船させ、バージニア州ノーフォークから5月の航海に出航した。艦は8月20日に、新たな母港のカリフォルニア州アラメダに到着し、太平洋艦隊に配属となる。1958年の残りは、第14航空団のパイロット訓練と艦隊演習をカリフォルニア海岸に沿って行う。 1959年1月3日にハワイ水域での最終訓練に出航し、2月17日に HH コールドウェル少を率いる大空母機動部隊の機関として第7艦隊に加わる。沖縄水域での航空演習はスービック湾からのシアト艦隊を加えて行われた。日本南部沿岸での特殊兵器戦演習とパトロール巡航は継続した。 この最初の西太平洋配備でレンジャーは第7艦隊の作戦支援で7000回を超える出撃を行う。レンジャーは7月27日にサンフランシスコ湾に寄港し、続く6ヶ月にわたって演習及び沿岸での艦対策活動へ参加し、即応体制を継続した。第9空母航空団を上官させたレンジャーは1960年2月6日にアラミダを出港し、 二度目の西太平洋配備後、8月30日にアラミダに帰還した。1961年8月11日から1962年3月8日まで、レンジャーは三度目の極東配備となった。ジョージ・ H.W. ブッシュ大統領は1991年1月16日の午後9時に、イラク軍からクウェートを解放するオペレーションデザートストームが開始されたとの声明を、 発表した。海軍は228回の出撃を、ペルシャ湾のレンジャー及びミッドウェイ、ペルシャ湾航路のセオドアルーズベルト、航海のサラトガ及びジョンカイケネデから行った。海軍はさらに100発のトマホーク巡航ミサイルを発射した。1991年2月6日、レンジャーから発艦した VF-1 所属の F-14 トムキャットは、 イラク軍のミマイナス8ヘリコプターを AIM-9M サイドワインダー空対空ミサイルで撃墜した。2月27日の午前9時にブッシュ大統領はクウェートの解放とオペレーションデザートストームの同日午前0時での終了を宣言した。1992年4月21日、レンジャーは他の第二次世界大戦開戦50周年。 記念祭典と同様に行われた同リットル空襲記念式典に参加した。2機の B-25 爆撃機がクレーンで運ばれ、それらの機のレンジャー勘定からの発艦を1500名の乗客が見学した。レンジャーは6月にカナダのバンクーバーに歴史的な訪問を行った。レンジャーは1992年8月1日に21回目の西太平洋 インド洋への展開を行う。8月18日に横須賀に入港6日間停泊する。9月14日にホルムズ海峡を通過しペルシャ湾に入る。翌日レンジャーはインディペンデンスと任務を交代しインディペンデンスの航空団第2空母航空団を移乗させ、直ちにイギリス及びアメリカによって定められた行南部の飛行禁止空域をパトロールする。 オペレーションサザンウォッチに従事する。ペルシャ湾での活動期間に、冷戦時代の敵は、レンジャーの会場パートナーとなった。イギリス、フランス艦艇と共に、ロシア海軍のミサイル駆逐艦、アドミラルビノグラドフが、通信、軌道及び信号訓練演習に加わった。これらの演習時に、ロシア海軍のカモフカ -27 ヘリコプターが、レンジャーに着艦した。これは、 ロシア軍機のアメリカ艦艇に対する初の着艦であった。レンジャーは1992年12月4日にペルシャ湾を出港しソマリア沖に向かう。ソマリアでは飢餓難民の大規模救助作戦、オペレーションレストア・ホープに参加した。レンジャーの艦載機部隊は写真及び目視偵察、航空艦制、海軍及び海兵隊揚陸部隊に対する 即応上空支援を行った。この両作戦の期間に、レンジャーは63枚のデジタル写真を国際船舶衛星経由で海司令部に1時間以内で伝送した。これはデジタル写真が艦上から初めて送信成功した出来事であった。1992年12月19日に、レンジャーはキティホークと交代し、サンディエゴへの長いキロに着いた。 レンジャーは1993年7月10日に退役し、ワシントン州ブレマートンの海軍不活性艦艇保管施設に置かれた。2004年時点で非営利団体がオレゴン州ポートランドで海軍航空博物館、教育センター及び特別イベントに使用しようと誘致活動を行ったが実現しなかった。2015年3月まで、 ピュージェットサウンド海軍造船所に保管されていたが、解体業者に1セントで売却された。3月5日、テキサス州に向けて栄光され、最後の航海に出発した。レンジャーは、ベトナム戦争での戦考で13の従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。